こんにちは。 N 版で外遊びチャンネルです。今回は N 版のリアゲート内側から開けるスイッチをつけてみました。取り付けたスイッチはこちらです。これを押せば開きます。 N 版のリアゲートドアを内側から開けるという動画は YouTube 上にたくさんの方がアップをされています。それらを参考にさせていただいて、自分なりにミックスをして自分にとって一番簡単な方法でつけてみました。縛り剥がすのが皆さん簡単にやられてるんですけど、僕にとっては結構難儀でした。これ一度外してますので簡単に取れましたけど、最初はなかなか取れなくて苦労しました。今まで自分が使っていた内張り剥がしはこのタイプだったんですけども、なんともちょっとこれでは取りきれなくて、こちらのタイプをホームセンターで購入してきました。こちらの方が自分にとっては使いやすかったです。なかなか外れにくい時はこのラジオペンチ、これを利用して思いっきり外してました。初めて内張りを剥がしたんで、慣れない方は結構この内張りを剥がすのが一苦労な作業だと思います。思いっきり引っ張りましょう。次に配線です。スイッチから、これがスイッチの配線です。で、アースとプラスに分かれます。で、プラスの方の電源をもう直接本体のカプラーに差し込んでます。こちらが N 版のリアゲートのスイッチの配線のコネクターになります。このカプラーですね、ここの一番下に細い白い線があります。これです。この白い線が本体の電源から来ているケーブルになります。電線になります。この白いケーブルとこの赤いスイッチから来ているケーブルを、本来であればこういうカプラーを使って分岐します。ただよく見てみるとこの白い線あまりにも細いので、この配線コネクタを使ってやるとちょっと緩んでしまうんではないかという不安がありました。そこでここに白いケーブルと同じ穴に少し隙間がありましたので、スイッチから伸びている赤い線を突っ込んで取れないようにして、さらにここと、ここで赤い線が引っ張られないようにしています。ここがスイッチになります。で、プラスの配線、それからこちらにアースですね。で、この穴にもう直接差し込んで電気が流れるようにしました。
ということで結局使った部品はこのエーモンのスイッチと家にあったアース用の U 型の U の形をした端子、それのみでつけることにしました。このスイッチは両面テープで止めてます。内張りをはめて作業が完了です。最後までご覧いただきありがとうございました。